新しい長崎が始まる。長崎文学探訪第3回は新田次郎のサンゴをご紹介します。この小説が誕生するきっかけは、作者が目にしたある記事のコピーでした。そこにはかつて長崎県の五島では数千人もの漁師がサンゴ漁の途中で命を落としたと記されていました。物語の舞台は明治末期の五島列島、さらに南の海上男女群島付近で良質のサンゴが見つかったことから、拠点であった富江の港は大いににぎわっていました。島々の穏やかな風土を背景に、固い友情で結ばれた3人の男と1人の女の純愛、そしてサンゴに魅せられた人々の姿が生き生きと描き上げられていきます。金のため、生活のためというよりも、海の底に眠るサンゴの美しさそのものに導かれるように、荒海へ乗り出し次々と命を落としていく男たち。最後に友を失い、ただ一人生き残った主人公は、この世で最も価値のある桃色サンゴのことをこう呼んで物語は終わります。ミジョカのハニカミだ。ミジョカとは五島地方の言葉で、可愛くて美しいという意味。島の女性に対する最良の褒め言葉です。